じゃあ、これが、2メートル60センチで切って、一応スプールにもう巻いちゃいました。はい。スプールに巻いちゃいました。これが、フロートラインの先端です。2メートル60センチで切ったフロートラインの先端です。いいですか。今度は、このフロートラインと、リーダー、フロロカーボンラインのリーダーを結びます。これは手でやります。手でやるみたいで大丈夫ですよ。すごい簡単です。はい。これはブラッドノットでいきます。ブラッドノット。ブラッドピットじゃないです。ブラッドノットですからね。ブラッドノットを調べていただければいくらでも、ホームページとかでいっぱい出てくると思うんで、ブラッドノットを YouTube とかで見て、それでやってください。はい。じゃあとりあえずやりますね。今日もやりますけど、はい。じゃあこれが、ナイロンラインのフロートラインの、フロートラインはナイロンですから、はい、ナイロンラインの先端です。でバリバスさんのトラウトショックリーダー3ポンド、はい、これいきます。でこれは1メートルです。これもメモしてください。1メートル。これが 1.5 メートルだと飛びません。で、80センチだと釣れません。釣れないっていうのは、理由はわからないんですが、80センチぐらいにリーダーが残るぐらいになっちゃうと、急にバイトがなくなるんですね。で、それをまた1メートルのリーダーに戻すと、同じウエイトのカラーで、急にバイトが増えるんです。で、ずっと釣ってて、結び、私の場合直結なんで結び替えてて、80センチを切ると急にバイトが減るんですね。それがなんか釣ってて分かったので、80センチを切ったらリーダーを取り替えてください。リーダーを取り替え、結び直してください。で、私は結び直すのが、その場でやるのがめんどくさいので、こうやってスプールをもう作って持ってます。各セット。私はスプールごとリーダーが短くなったりラインが切れたりすると取り替えるようにして、こうやってもう、スプールごと、はい、変えちゃってます。まあこれちょっとお金がかかるので、皆さんは現場で結んでいただいても結構ですし、リーダーが短くならないようにスナップを使っていただいても結構ですけど、エアーの場合はスナップを使わない方がいいですね。まあスナップが軽いスナップだったらいいんですけど、なるべくスナップを使わない方が、エアの場合ウエイトとかも一応計算してありますので、なるべくスナップを使わないで直結で、エアの 0.18 だけは、直結でやってみてください。お願いします。じゃあ、具体的に、フロートライン、ナイロンのフロートラインとショックリーダーを結ぶプラットノットを今からやります。